はい、どうもプレイヤー高です。ということで、今回は別端末同士で、スムの見比べということで現在動画を撮らせてもらってるんですけど、まあ先日タカの方はメイン機の方を iPhone 12 Pro Max に機種変更しまして、実際にね、つむつむをプレイしてどこまで差が出るのか、今回の動画で見比べしてみました。はい。まあ、こういう風に iPhone 並んでるんですけど、まあ、右の方が、これサブ機で使ってる、iPhone X ですね。はい。これが iPhone X。はい。12 Pro Max と、比較する端末になります。はい。で、こちら、左の方が、iPhone 12 Pro Max になるんですけど、はい。こんな感じ。今ちょっとね、撮影アプリの方開いてるんで、まあ、こんな感じの画面になってるんですけど、はい。かなりね、大きさにね、差があるんですよね。まあ、こう見てみるとわかるんですけど、はい。まあ、こんだけの差があります。で、あと、横も、結構分厚い。12 Pro Max は結構分厚い仕様になってます。はい。こっち側ですね。はい。はい。やっぱ綺麗ですね。12 Pro Max。はい。まあ、こんな感じになってます。はい。はい。じゃあ、この、12 Pro Max と、この iPhone X を、見比べていくんですけど、まあ、その肝心なね、見比べするツムなんですけど、ガストンとシンデレラで見比べしていきたいなと思います。はい。で、ガストンはコイン稼ぎ。で、シンデレラは素点1億までの到達秒数。まあ、これをね、比較していきたいなと思います。はい。果たしてね、どう変わるのか。まあ、ガストン、シンデレラの順で、プレイの方は行いましたので、まあ、どうぞ、プレイ動画の方をご覧ください。それでは、どうぞ。さあ、行くぞ!
それでは、ガストンのプレイの方が終わりましたんで、評価を言っていきます。プレイの結果の方は iPhone X の方が、ソコインが、1046枚、iPhone 12 Pro Max の方がソコインの方が1458枚とあまり変わんなかったんですけど、プレイした感想で言うと、まあこれは個人的な面が入ってくるんですけど、やっぱり画面でかい方がね、なぞりやすいですね。はい。まあそういった印象を受けました。まあ iPhone Pro Max でも引っかかりはあったんですけど、ガストンとかのロングチェーンするツムってやっぱりね、画面でかい方がね、しっかりロングチェーンできやすいんですよね。反応の良さはさすがは iPhone、iPhone X はまあ2世代前の端末なんですけど、サクサクね、反応まだまだしてくれますんで、あまり差を感じさせないプレイをしてくれました。はい。まあ総評しますと、ガストンは iPhone X、12 Pro Max も大差はない、ただ画面がでかく性能がいい Pro Max の方がプレイはしやすい。はい。まあタカの、まあ、総評はまあこういう結果になりました。はい。では、続きましてシンデレラで、比較していきます。シンデレラの方は、プレイの方はね、長くなりますんで、途中から、素点3000万、8000万、9000万からラストまでと、カットしたプレイとなりますんで、まあ先に言っておきます。はい、それではプレイの方行きたいと思います。それでは、どうぞ。さあ、行くぞ！
はい、それでは、シンデレラの結果と2端末を見比べての評価の方を、まあ、お話ししていきたいなと思います。今回はシンデレラのプレイの方なんですけど、一番結果の方が差がついたプレイとなったのではないでしょうか。最終秒数の方が iPhone X の方が116秒残し、iPhone 12 Pro Max の方が153秒残しという結果になりました。そんなにサブツムの方は今回ね、大差はなかったと思うんですけど、素点3000万点付近での、得点差、秒数の差がついてきましてね、得点の方が約300万点強ついてきてますね。まあでもそれは何を意味するかというと、しっかり8チェーンからね、12チェーンを正確になぞれているということになってきますよね。まあ今回はいかに正確になぞれるのかという意味を込めて、まあ両方の端末でね、12なぞりを基本にまあプレイしてきました。12なぞりで、プレイした感想を、12なぞりはさすがは iPhone、まあ両方可能でしたね。はい。まあでも最後の最後までね、快適にプレイできたのが、端末性能が向上した iPhone 12 Pro Max という結果になったのではないでしょうか。それでは、まとめとしまして、まあ今回ね、iPhone 12 Pro Max は、こういったパズルゲームでは確かにね、プレイしやすい。またね、端末性能も向上しており、画面も 6.7 インチとね、なかなか大きい部類になりますんで、ミスタッチもね、少ないと思います。ただ、普通のスマホとして扱うんであれば、iPhone 12、または、iPhone 12 Pro をおすすめします。まあ、こちらですと 6.1 インチのサイズで、確かにね、重量も軽いんで、実用的かなと思います。Pro Max の方は 6.7 インチと、なかなかね、でかいです。はい。確かにね、ゲームはしやすいですけど、でかいんで、片手の操作とかはね、もうほとんど困難だと思ってください。はい。また、Pro Max の方は、256GB。このタイプですと 256GB の方で、なかなかね、他の12シリーズと比較するとお値段もその分高くなってますんで、現実的に使用するお方は、12または12 Pro をおすすめします。はい、ということで、最後まで検証お付き合いありがとうございました。またの動画ライブでお会いしましょう。